夕方のっていうかもう5時ですけどね、5時、もうこんな真っ暗でね、ワンポイント凱旋です。ですね、今日は、なんだかんだと書類整理と、あと午後からはですね陳情を受けまして、であとは役所の開発室でですね議会だよりの原稿を書いておりました。この議会だよりっていうのはね、議会開催月に一つ年4回発行されるものですけれども、もうスペースが狭くてね、特に私一人会派ですので、その代表質問というのがないんですよ。まあ、何を2人以上が代表質問ですけどね、1人と2人と、まあ、何が違うのかなという気もしますけどね。でマスコミも一緒ですよ。代表質問しか基本的には写真入りで、掲載しないんですね。これもう24年目に入りますけども、ですから私の顔がですね新聞で出たことはまずありません。一度もないね。市長選出た時はありましたけどね。ですからもうステルス越川というふうに、まあ、言われとるわけでありまして、まあ、ある意味、まあ、不利ですよね。そういうところに顔が出ないっていうのはね、やっぱり顔は政治家の猪木ですからね。ということで、まあ、何が地球温暖化だと、もう怒りが込み上げてくるようなこの寒さです。見てください、このびしょびしょの雪、これが富山、ね、長野とかね、こうサラサラの雪じゃないんですよね。こうシャワランビューティーみたいなね、まあ、そんな雪ではありません。だけどもこれで私たちの根性が鍛えられるんです。魚も締まって美味しくなるというところでね、はい、頑張って参りましょう。